J1 神戸が C 大阪の元日、本代表 MF 山口蛍に8を完全移籍で獲得することが11日決定的となった。複数の関係者によると、 C 大阪側の懸命の遺留も実らず、交渉は大筋で合意に立ちしており、すでに神戸が正式オファーを提示しているという。年俸1億円超の3年契約で、違約金に億円を含めると総額6億円を超え、ル大型契約とみられる。金額は推定高い、聞き札知能力とボブダッシュ力にたける山口は神戸が採用する逆三角形型中盤のアンカーに最適。無尽蔵の運動量は MF イニエスタや FW ポドルスキの守備負担を軽減することにもなる。神戸は元スペイン代表 FW ビジャに続く大型補強に成功。さらに左右両サイドバックをこなす G 大阪の元日本代表 DF 初瀬明21の得も決定的となっており、アジアナンバーワンクラブを目標に掲げる3北見会長の本気度が今オフも示される形となった。